はい、ハミツアップのケンちゃんです。サーヤです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。という感じで最近、はいはい、銀座のラーメン食いに来ましたね。いや、これね、なんかね、ラジオっぽく世間話から行こうと思って。いつの話？この前美味しい鶏パイタンのラーメンみんなで食いに行ったじゃないですか。あ、それか。はい、行った行った、はい、美味しかった。あそこの銀座の、うん、なんていう店だっけな。あ、名前がすげえすげえぶっ飛んだよ。あ、そうそうそう、かなりかなり銀座の地下鉄の、ね、駅構内にあるんでね、鶏パイタン美味しいんで、ね、みんな食べに行ってみてくださいという感じで、まあ、すげえたわいもない世間話で何も話が広がらなかったわ。まあいいや。こんな感じで、はいはいはい、本日1月22日なんですけれども、はいはい、サーヤさんが、ほいほい、ケンちゃん&サーヤキャラランキングトップ10っていう記事を上げていただきました。ほい、まあ、これは何でやったかというと、まあ、大体白猫のウィキの公式攻略データベースですね、はい、キャラランキングで隔週でやってるんですけれども、それの間の中間発表的なことをちゃんとやっていこうかなという感じで、まあ、今週がちょうど中間の週なので、まあ、今僕らが持ってるキャラランキングの雑感というところをね、新規解放キャラを含めてちょっと語っていければなと思いますということで並べていただきました。ちょっと記事も見てほしいんですけど、はい、あ、10位からこれちゃんと並んでるんですね。10位からですよ。やりますね、これ頑張った頑張った、はい、ということでケンちゃんランキング、はい、10位がミラ、そしてサーヤさんがシャルロット、はい、いきなり割れましたね。はい、で9位がシャルロット正月、はい、シャルロット正月、うんうんうん、で8位がフラン、チャグマ、はい、カモメちゃんはいはい、どうなんですか、ここら辺なんで一回ここで止めるんだ。はい、止めます。ここは3位ずつ行きます。お、4ぐらいか、4そこまで行っちゃう。で次がミラリベン、あ、見ちゃった見ちゃったよ。ミラリベンとフランということで、はいはいはい、はい、こんな感じになっております。お、なんかシャルロットとミラが違いますね。そうですね。なんでシャルロットなんですか。私やっぱ周回性能がシャルロット足が速くて、で S1 でこう継続回復がつくじゃないですか。なるほどなるほど。だからあのチャグマの今ナイトメアとかハードとかノーマルが今島実装されて、うん、それ回ってる時にやっぱシャルロット安定やなっていう。あー、なるほど、ね、周回性能をかなり評価したっていう、ね、そうですね。あとは単体へのダメージがやっぱスキルに高いじゃないですか、うんうん、あの分散ダメージで、なんでこうボス戦とかでもまあかなり強弱しつ、ミラーはどっちかというと強力のなんていうんですかね、うんうん、最近一つの部屋で大量の敵が出現するっていう、結構ナイトメアコロシアムとかそうでしたね、そういうのが多くなってきたんで、はい、その広範囲の殲滅力みたいなのを結構評価してて、うん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 、ミラーがこの10位かなと思って。ほうほうほう。まあ、シャルロットとミラって、うん、用途が違うくて、そうですね、大体強さ的には僕も同じようなもんだなとぶっちゃけ思ってるんですけど、うん、まあシャルロットかミラ、まあ剣士では2強だよね、多分ね、うんうん、あと呪いの剣がすごい相性いいのが、ね、両方ともね、両方とも相性がいいから、うん、そこがねやっぱりね、うん、剣士って基本的に柔らかいからさ、あんまりミスれない職業だと思うんだけど、うんうん、やっぱそこでこうやってね、回復とか少し回避とかバリアとか、うん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 、ちょっと保険があるこの2キャラはちょっとやっぱり他の剣士とは抜けてるのかなという印象は結構ありますね、そうですね、僕は。まあアナザーとか結構好きですけどねまあいいで、9位はシャルロットということで、はい、はい、まあここははい、安定ですね。まあこのキャラ周回も全部強いんで、そうですね、便利です。でもまあ上位にはちょっと便利さで追いつかないかな、これスキル値が操作可能だったら大きく負けたと思うんですけど、ね、ちょっとこんなもんじゃない、ね、これだと周回性能が若干、たまにあのビストリニルグが変なところにピャーって走ってっちゃって、よく名前覚えてますね。あれ鳥の名前がビストリニルグ、へえ、あれ鳥こうじゃねえんだだから鳥しか合ってませんよっていうネタがあったじゃないですか、ストーリーで、よくストーリー読んでますね、うん、はいという感じで、8位からここら辺で、まあ、フラムはね、ちょっとなんともなんだよな、強いんだけど、超強いのは間違いないんだけど大きい場所が困るんだよな、なんかもう別枠ですよね。いやこれはもう何度も言ってるんですけど、なんか言うなればこう2次元で戦ってる中、なんか 3D でちょっと軸が奥側にいるみたいな、そんな感じなんですよね、そういう評価、俺的には。うん、でもまあ強い、間違いなく強いんで、うんうんうん、まあ、フランの位置は置いておこうフランの位置はまあ置いておくとしてまあ、まあ、まあカモメとミラがどっちが上かっていうところでちょっと僕らは分かれて、これ左が僕ですよね。そうですよ、はい、なんでなんでしょう、え、何が、うん、なんでミラの方が上なのかな。
私はその両方スキルの強さ的には、うん、あんまり変わらないんですよ、うん、スキルの倍率とかは。でもミラの方が最大火力が出せるのが早いというか、なんて言うんだろう、飛んでくの早いじゃないですかスキルに。あ、さっき僕が俺が言ったように一つの広い部屋で戦うとなると確かにミラ、そう、それがやっぱり大きいなっていう。で追尾性能がかなり高いので、うん、なんて言うんだろう、カモメちゃんだとこうカモメがふよふよ移動してる間にこうミラのスキル2が飛んでって倒しちゃうっていうイメージがあるんで、私はミラの方が上っていう感じですね。まあ火力的にはほぼ僕も同じ評価をしてるんですけれども、ね、まあカモメの方がちょっと高いかなとも思ってますけど、どの辺がでしょうか。え、S2 はカモメの方が結構減ってませんか。あれは水属性、まあそう、水属性を含めなんか、まあまあまあ、減ってるなと。あと水属性の方が強いし髪の毛っていうのはバナジンもいますからね。そう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 、今基本的に倒しやすいっていうのと、うん、まああとは僕はちょっと周回も含めカモメの方がちょっと一撃離脱と移動しながら攻撃できるんでちょっと便利かなぐらいの、あーなるほど、そうですね、まあどっちも強いんです。まあホーネット狩りは絶対ミラなんですけどまあ自在性を含めカモメの方がちょい上かなと思ってます。なるほど、この2キャラともこうチャージ時にすごい強化されるじゃないですか。そうなんですよね、それがまたいいですよね。まあ、この2キャラそのチャージ時スキル強化っていうのはやっぱ武器スキルにも適用されるっていうので、うんうんうん、未来がある2キャラかなと。ミラが新ミラリベンデがもしねこの150年後ぐらいに新機械が放射した時に50年後っていつやね、まあ、とんでもないことになるような気はするんですけれどもまあそこら辺はまたいつかの楽しみにとっておきましょう、はい、まあとりあえずカモメは間違いなく多分チャグマ新規では最強、うん、強いですね。最強かな、強さでは一番強い気がしますね、うん、純粋に可愛いし使いやすさもありますからね。まあフランと比べてどっちって言われると結構困るんだけど、ね、まあ、ポジションが違う感じが、ね、まあ、僕は、うん、僕は戦闘能力の方がサポート力より高く評価してるんで、なるほど、僕はカモメの方が上かなと。そんな感じです。へえ、それいつも言うじゃん、僕なんか、うん、あんまりフランで SP を回復してるだけの強力プレイあんま好きじゃないっていうか、僕は楽しめないんで、どっちかというとアタッカーの方なんで性格がね、どんどんザクザク でも逆じゃん、私はサポートしたい派です。そうそう、だからそこら辺の意識差も結構あるのかなとですね、出てますね、思ってますけど、ね、はい、という感じで、はい、では次、はい、5位から4位、あ、5位から4位、はい、あ、アシュレイだ、アシュレイだ、こちら、あ、しずくだ、あ、しずくだ、全然同じじゃんここは一致しましたね。うん、一致しましたね、うん、コメントが超シンプルで、そうなんですよね、アシュレイはただただ強いというか、うん、強い、使いやすく強い、まあ、ちょっと足が遅いんだけどね、ちょっと早いよ、いやいやいや、上位に比べて、ね、ちょっと早いよ、上位に比べて、ね、ちょっとだけどね、上位に30%でしょ、うん、上位に比べてちょっと遅いっていうところと、ちょっと武器がモチーフじゃないと最大能力を発揮できない、うん、まあ、回復がないからね。そうですね、バリアはあるんですけどね、まあ、バリアと即死回避があるんですけど、ちょっとそこかな、そこがちょっと選ぶ分下かなぐらいの感じなんですけど、雫はもう強さはまあ置いておいて、まあ、とにかく便利っていう、まあ、とにかく僕は本当次世代霞、夏霞っていう言葉が、うん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 、ちょっと操作性は悪いですけどね、たまに。あ、夏霞よりは若干。そうそう、次世代夏霞ですよね。あれですね、スキル1、スキル2両方とも結構距離が長いじゃないですか。そう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 。それはやっぱり便利だな。便利。とにかくもうクエストが便利。うん。もうね。スキル1でサクッと正面の敵を倒して、困った時はスキル2っていう。そう。で、またスキル1のカウンターで、また死なないっていうのもね、結構評価が高いな。そうですね。モチーフもまた、回復できるし、うんうんうん、なんでこのキャラはクリスマスだけぶっちぎってこのキャラが強かったんでしょうね。本当よくわかんないぐらいクリスマスの中では強かったんですけどね。強かったですね。まあなんか最初にクリスマスを引いた時に、はい、雫、フラン、レンファって出て、うんうんうん、なるほどって思って、なるほど、撤退かなと思って、11年目で撤退かなと思ったんで、まあ、仕事上引かざるを得んと他のキャラもちょっと触らんといかんなと思ってなんか引いたんですけど、まあぶっちゃけあそこで撤退しとけばよかったなって思うくらいの強さですね。そのぐらい本当に強い。いや、雫は本当に強いし便利だし、うん、いいね。うらやま。え、持ってないんでしょ。持ってないです雫。そうなんだ。あ、なるほどなるほど。だからこう周回とかは、あとマグマ陣もやっぱザクザク倒せるじゃないですか。うん、そうそうそう。水属性っていうのもまたね。うん、いや本当この前、うん、なんか協力が一回リセットされたじゃないですか。あの時にフレン、あの二人協力埋めてる時に星系のフレンドシップとか、はい、レボリューションとか、うん、当時超難しくて最近全くやってなかったっていう。
クエストを久しぶりにやってみて、ね、雫を使ってみたらなんかとにかく雫が速くてそうですね、びっくりしましたね。このキャラドアも開くし狐も倒すし何でもできるっていう、そうこのキャラ便利だなと思いつつ、うん、やっぱ世の中のインフレの波にステージはついてこないんやって、まあしょうがないなっつって、またでも2人協力、うん、まあ、当時のレボリューションとか結構相当難しかった記憶が、難しかったですよね、あって、まあ、ああいうねサティスファクションより難しいところをちょっと、うん、頑張って開発よろしくお願いしますはい、という感じで3位、まずは3位からいきますか。ほいほい、じゃじゃん、あ、違う、あ、違う、止めとこう、止めとこう、止めとこう、はい、テトラ&ペンタ、僕はテトラですね、うん、私ルーシア派です、はい、うん、まあ、これはね、これそ次まで出した方がいいんじゃないですか、2位まで、あ、2位は出しますね、うん、はい、あ、こうなってるわけですね、はい、あ、なんで僕の方がルーシアの方が評価が上かっていうと、うん、まあ、これはいつも言っていると僕も結構言ってるんですけど、うん、僕は死ななさが一番、はい、結構大事、はい、死ななさが一番大事っていうのもダメ、そうでもないかな、死ななさって結構大事だと思っていて、うんうんうん、まあ、なんか最近敵が多くてちょっとごちゃっててよく見えませんみたいな、うん、そうですね、ありますね、そういう時にもルーシは大丈夫なんですよ、あー、防御力が、防御力が高すぎて鉄壁大丈夫だし、はい、もう殲滅力も高いし、うんうんうん、まあテトラの方が火力は強くてはスピード的にはあるんだけど、やっぱり自己完結してるっていう部分で回復もあるしね、はいはいはい、自己完結体力してやっぱルーシの方が僕は便利込みで上かな、あ、純粋にね、クリックすげえ HP の高い敵を倒してクリアするとかだったら全然テトラ選ぶんだけど、うん、まあ僕はルーシの方が汎用性が上かなと思ってルーシですね、私はテトラの方がもう類を見ない火力というか、まあ、まあ間違いない、炎属性がまず乗るじゃないですか、うん、でさらにその自身のダメージ量もかなりのものなので、うん、やっぱそのなんだろう、そうそうそう、そうだ、最強の火力というか、あるね、うん、まあ、それは分かるけど、まあ、確かに俺キルアップ分、あとそうキルアップがない分ルーシー上、あー、なるほどね、キルアップってあれです、撃破でボーナスみたいなやつ、ね、あれあんま好きじゃない、はいはいはい、結局敵が1体しかいないクエストとかだとね、そうそう、やっぱり雫も火力不足になっちゃうし、うん、そうなっちゃうので、やっぱ安定性アップルーシェだな、そういうのはセンスだ、なるほどな、ルーシェだな俺は、そんな感じ、確かにキルアップは結構なんだろう、オファーとか星6行ってる時に道場あるじゃないですか、うんうん、あ、そう、道場が出て雲が出て土偶が出るとこ、あそこでドラゴンライダー出ちゃった時に、そう、僕はすごいたまに1回マールで行ったことがあって、あーすごい結構大変だったね、まあ、クリアしたけど、うん、ああいうところだと激味ボーナスがつかないので、そうね、まあ、あんまりそうある面でもないんだけど、満腹にならないというか本来の火力が出せないっていうのは確かにありますね、うん、まあテトラに関しては足も速くて誰よりも先に到達して倒せるんで、まあそうなんです、ヒルアップがあんまりデメリットにはならない方のキャラなんですけどね最初に食っちゃうからね、そうそうそう殲滅力も最強だし、うん、まあ、どっちかというとまあルーシェかな、なるほどな、ま、間違いなく、でもこの1位も含め、うん、この3人が3強っていうのは多分当分変わらない事情なのかなという感じで、うんうんうん、はい、じゃあ1位はこの方ですっていう感じで、まあまあまあ、はい、月見ちゃんです、月見さん、このキャラ何なんですかね、強すぎ、強いっすね、強すぎ、まあ、強すぎかな、強すぎか、私的にはあのまずビームが操作可能じゃないですか、うん、で雷属性がついてるんで、こういうキツネとか、うん、そういうのもスラッと倒せちゃうんですよ、まあ、よくわからんけど寝るしね、敵も、そう寝ちゃうんですよね、うん、あれが可愛い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 、いやーってまああとね、アクションスキルアップとかあるのもすごいんだよねこのキャラ、しかも HP 回復しちゃいますからね、そうなんかすごいよね、これ以上の魔導士って出てくるのかな、うん、まあね、月見さんのおかげで月見とフラン以外の魔導士って、うん、なんか出番が正直なんかどっちかいればいいかなみたいになっちゃうよね、まあ、クルーシャとかいいけど、はあ、まあ別枠ですからね、ある意味あっちも、月見とフランはやっぱ魔導士の中で抜けて役割があるね、うん、抜けていろいろできるっていうのが正しいかな、ね、どっちかというとでも大体言葉足りてしまうという、うんうん、まあそれもフラン可愛いしな、即死回避ついてるのも大きいですよね、そうそう、どっちもそうね、うん、こう月見ね、アタッカータイプなのに回復と即死回避があるのがちょっとよくわからんな、はい、俺はぶっちゃけ思ってはいるがほうほうほう、まあ、これでなんかね回復できないとかさ、うんうんうん、即死回避じゃなくて、うん、こう安定するには放つでしか選べませんでしたみたいなキャラだと、もうちょっとなんかちょっとトリッキーになりますね、トリッキーになってなるのかなと思ったけど、まあ、キャラに対しての文句言ってもしょうがないんだけどまあでも間違いなく
そういうことが揃っていて強いですっていうキャラが月見でした。ということで現状こんな感じです。振り返ってみますか。振り返ってみましょう。ミラ・シャルロット、シャルロット、シャルロット、うん、フラン・カモメ・ミラ・フラン、うん、カモメ・ミラ、アシュレイ・アシュレイ・シズク・シズク、ほう、あ、大体あんま変わんないんだよね。まあね、出てるキャラはそんなに。でもこの3人って、うん、当分変わんない気がするんだよね。本当に誤差だし、ここら辺。まあ確かに、なんか用途によって使い分けるみたいなところありますよね。このクエストは例えば月見とか、このクエストはルーシェとか、うん、まあ、このクエストは月見って、月見がこのクエストがないところが俺一個もないと思うけど。まあこのクエストがルーシェ、このクエストはテトラはたまるんだけど、うんうんうん、月見に関してはまあなんか常にいてほしいよね。どこにいてもよしいと思うけど、やっぱね、アクションスキル強化がすごいよな。本当あれ、マジ便利、マジ便利って思う。でもね、チャグマのキャラは結構、うんうんうん、最初結構 やっちまった強さかなと思ったんだけど、うん、割と上位のちょっと下ぐらいな感覚だよね。うん、そうですね、 SS 回ぐらいのイメージ、うん、注意回ぐらい。まあなんか俺カモメはここら辺に入ってもいいかなと思ってるぐらいで。ああ、本当ですか。うん、カモメ、まあカモメは赤ミラもね、ちなみに言うと。あ、赤ミラすごいね。うん、なんかカモメちゃん回復自力でできないじゃないですか、武器スキル使わないと、うん、そうね。あ、そこの確かにそれは、そこの差は私ちょっと感じてますね。確かにそこの場合は神谷の方が上かもしれない、うん、皆様はほら呪いの弓持っても立て直せるじゃないですか、うん、80% 以上に。カモメちゃんは呪いの弓持っちゃうと、そういうそれこそ月見とかフランに回復してもらわないと、そうそうそう、立て直しが、ね、進化を発揮できないっていう、ね、できないので。確かにそれはそうですね、うん、確かにそれは説得力あるな。どや。確かにそれはそうかもしれない。まあまあまあ、そう、まあ、まあ自己完結力が強いっていうことで、まあまあまあ、まあ協力とかだとね、回復してくれる人大体いるんで、うん、どうぞ、まあいいかなっていうところありますけど、そういうことあるかもしれないですね、うん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 、はい、という感じで今回キャラランキング中間発表的なことをやってみましたので、あ、そうそう、あと僕らが気になってるのはビルフリートです。はい、ビルフリートです。ちょっとテクニカルでペロることも多いんですけど、はいはいはい、ちょ、殲滅力とその脇狩りというんですか、そうですね、あれに関してはちょっとトップクラスなので相当強いと思います。はい、ビルフリート面白いキャラなのでぜひ使ってみてください。ビル様もあれですよね、あの撃破時ボーナスが、あ、そうそう、ヒルアップが、ね、50% ぐらい上がるんで、最大火力がすごいキャラだと思います。という感じで今回ちょっとキャラランクの中間発表の方をさせていただきました。キャラランクの方ですけど、まあ、この動画が出る、来週の木曜日の28日頃かな、はい、あのファミツアップの攻略陣の統一見解のランキングを域の方で発表したいと思います。多分新規解放を入れようかなと思ってるので、お、そうなんですね、なんとか、はい、なんか入れないとダメだなと思ってきたので、まあ、今後ちょっと考えますという感じで引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、という感じでニーズです。はい、はい、どうぞ。はい、ファミツアップの YouTube チャンネル登録をお願いいたします。はい、PC の方は星たぬきの星のあたり、この辺ですね。で、スマートフォンの方は下の概要欄からぜひぜひご登録よろしくお願いいたします。はい、あとニコ生もたまにやっておるので、はい、ぜひぜひ記事の方チェックしてね、うん、ご確認くださいという感じで、はい、はい、そんな感じでございます。キャラランキング語ってみました。はい、次はちょっとサーヤさんの方に回しの方をね、ちょっとしっかりトークを回してもらおうかなって。僕はねちょっとアシスタント的な立ち位置でやろうかな。いや、いいです、いいです、やってみようと思います。やめてください、やめてください、いいいいいい。ハミズアップのケンちゃんでした。サーヤでした。バイバイ。